霊夢です。MMP 社のシミュレーションゲーム、ラストブリッツクリークのプレイ風景を紹介します。ラストブリッツクリークは、2016年に発売されたシミュレーションゲームで、テーマはアルデンヌ構成、いわゆるバルジの戦いです。この作品は、BCS バタリオンコンバットシリーズと呼ばれる作品群の第一作目にあたるものです。BCS は大体規模戦闘に焦点を当てて、歴史上著名な戦いを比較的精緻なルールで描いた作品群です。BCS はかなりユニークなルールを採用しているので、初心者向きではなく、最初は経験者と一緒にプレイするのがおすすめです。今回は、ラストブリッツクリークからシナリオ 5.4 サザンキャンペーンをプレイしてみました。これはドイツ第5装甲軍によるバストーニャ方面への攻勢作戦の最初の6日間を再現するシナリオです。勝利条件は都市の支配で、特にバストーニャとウッパリーズといった重要都市の支配が勝敗を左右します。私は米軍を担当しました。セットアップはこんな感じです。川に沿ってドイツ軍が並んでいますが、この川がオール川です。ドイツ軍の並びは、北から第116装甲師団、第560国民的男兵師団、第2装甲師団、第26国民的男兵師団、戦車共同師団、第5高火陽兵師団、第352国民的男兵師団、第276国民的男兵師団、第272国民的男兵師団、な感じです。対する米軍は、第4歩兵師団、第9機甲師団、そして第28歩兵師団の各連隊が広く散開している状態。奇襲効果もあるので、かなり厳しい状況です。ドイツ軍の第5高火陽兵師団が前進しています。BCS は、両軍がそれぞれフォーメーションを1個ずつ選択し、交互に活性化させていくシステムを採用しています。米軍は奇襲効果もあって、第1ターンの活性化に制約があります。序盤の米軍はかなり厳しい状況ですが、優れた砲兵火力でドイツ軍の消耗を狙います。攻撃するしかありません。ドイツ軍の第116装甲師団が活性化しようとしています。活性化する際には、スナフ用でダイスを振り活性化状態を決めます。フェイルは失敗、パーシャルは部分活性化、フルは完全活性化です。活性化ダイスには様々な修正があり、特に補給に関する影響が一番大きいです。他には時期による修正もあり、このゲームの場合、序盤はドイツ軍、後半は連合軍が有利になっています。よし6よしよしよし。出目が6だったようです。第116装甲師団は部分活性化にとどまりました。第1ターン終了時点の状況です。ここまでの所要時間は約 3.5 時間でした。このターンからオール川の橋梁の修理が完了し、ドイツ軍の装甲部隊が渡過できるようになりました。ドイツ軍は、ベルギーのコトクレルボーに向かいます。さらに戦車共同師団は米軍の薄い防衛ラインを抜けて後方バストーニャに突進を仕掛けます。ドイツ軍の戦闘がバストーニャに近づいてます。補給線がやばいです。第2ターン終了時点の状況です。ここまでの所要時間は約6時間でした。このターン、米軍に待望の増援部隊が登場します。第101空挺師団です。重火器を持たない彼らは、ドイツ軍の砲火力には対抗できません。しかし練度が高いので接近戦には強く、拠点防御にはもってこいです。第3ターン終了時点の状況です。ここまでの所要時間は約8時間でした。今回は時間の関係でここで終了としました。全6ターン中3ターンまで進みました。ドイツ軍の獲得 VP は1点、連合軍は4点でした。現時点では連合軍が有利ですが、最終ターンまでプレイしたらどうなったかはわかりません。面白かったです。大体規模ということで、作戦級の面白さと、戦術級の精緻さがうまくブレンドされている感じです。補給も OCS のような煩雑さはなく、それでも後方補給基地の重要性などがさりげなく表現されていて、いい感じです。
今回は連合軍を担当しましたけど、防御側は難しいですね。両軍が交互に1フォーメーションずつ活性化するシステムなので、整然と交代するのは難しいです。バラバラに交代すると、フォーメーションとフォーメーションの間に隙間ができてしまい、そこが攻撃側の付け入る隙ができてしまいます。防御側としては、あまり戦線維持にこだわらず、それよりは交通の要所をしっかり守って、敵の後方への大突破を防ぐ。ある程度の勝敗は甘んじて受け、自主交代ルールを使って粛々と交代する。どうしても交代できない友軍は涙を飲んで見捨てる。ぐらいの心構えがいいようです。あと今回のプレイでは、序盤に連合軍に適用される活性化チェック DRM の適用を忘れていました。ごめんなさい。いずれにしても機会を見つけて再戦したいアイテムです。最後に、もしよろしければ、チャンネル登録お願いします。